カンダハールのババワリ病カンダハールはアフガニスタンの都市。アルガンダブ川渓谷に位置する同国南部の主要都市でカンダハール州の州都。人口は45万300人でカーブルに次いでアフガニスタン第二の都市である。標高は海抜1五5メートル31度 37N65 度 43E。アフガニスタンの最大民族パシュトゥーン人の居住地域にあり。 パキスタンのペシャーワルと並ぶパシュトゥーン人の主要都市。アジアハイウェイの路線上にあり、北はブルーズガーン州のタリン港と、東はガズニーを経てカーブルに通じ、西はヘラート・ファラーを経てイランのホラーサン地方及び中央アジアに至る。南に進めば国境を越えてパキスタン領バローチスタンのクエッタに至り、インダス・川下流域の大平原からインド。 アタイい陸へと通ずる交通の要衝で、国際空港もある。羊、羊毛、綿花、絹、フェルト、穀物、果物、ドライフルーツ、タバコの主要な交易センターである。周辺地域は、ザクロとブドウをはじめ質の良い果物を産出し、市内には多くの果物加工工場が稼働している。カンダ・ハールの名前は、全4世紀の征服者、アレクサンドロスの ザンドロスの部分が添加したとの説があるが、カンダファールの東方、カーブルのさらに東にある仏教文化の本場ガンダーラの添加とする説もある。1748年にアフマドシャー・ドゥッダーニーが建国したドゥッダーニー朝の首都であった。カンダファールの地には、戦死時代から多くの人々が住み着き、インドイラン、中央アジアをつなぐ交易の拠点となっていたことが知られる。 紀元前6世紀頃には、アケメネス朝の支配下に入り、ペルシア帝国の属州アラコシアとなった。現在につながるカンダハールの町は、紀元前4世紀、アケメネス朝を滅ぼしたマケドニア王国のアレクサンドロス大王がギリシャ語で、アラコシア地方と呼ばれた、この地域の主流として、すでに数千年前からの集落があった。 カンダハールの地に築いたギリシャ都市、アレクサンドリア・アラコシアに遡る。同じ世紀の末には、アレクサンドロスの帝国を引き継いだ、セレウコス・朝から、マウリア朝のチャンドラグプタに活上され、孫のアショーカ王はこの地に、宝直碑文を刻ませた。丘陵の岸壁にギリシア語とアラム語で刻まれており、ショーマガイ宝直と呼ばれる、カンダハール第一宝直である。第二宝直。 第三法直も1963年に発見されている。インドの王国の支配下に入って、インド文明の影響を受け、仏教が信仰されるようになった。その後も、クシャーナ朝やサーサーアンアサの統治の下で、仏教文化が栄えたが、7世紀にアラブ人による征服を受け、ムスリムの支配下に入った。9世紀から12世紀にかけて、カンダハールはサファール朝 ガズの朝、ゴール朝などのイランアフガニスタン方面に没興したイスラム王朝の支配を相次いで受けイスラム都市となっていった。ゴール朝の滅亡後間も戦い1222年にはチンギスハーンによって征服されモンゴル帝国のハントに加えられる。1383年には今度はティムールの征服を受けアフガニスタン南部からバローチスターン北部を支配するティムール朝の 地方政権が栄えた。16世紀初頭に中央アジアから南下してきたティムール朝の王子、バーブルがカーブルを本拠地とする政権を樹立すると、カンダハールもその支配下に加えられ、バーブルの起こしたムガル帝国の一部となった。バーブルが死ぬと、カーブルを継承した次男カームラーンの支配下に入り、インドを支配する長男、フマユンとの間で争奪され、 これに西のイランを支配するサファビー朝が介入した。ムガル帝国を再統一したフマユンの子アクバル以来、カンダハールはムガル帝国とサファビー朝の間で激しい争奪戦が繰り広げられる最前線となり、1558年にサファビー朝のタフマースブ一世が奪取したが、1594年にアクバルが奪還した。1621年になって、 サファビー朝のアパース一世がカンダハールを占領したが、1638年には、カンダハール総督のアリー・マルダーン・ハーンが、サファビー朝に反逆して、ムガル帝国に下り、再度ムガル帝国の統治下に入った。これを、サファビー朝が1649年に、軍事力によって奪回し、その後幾度か、ムガル帝国の軍を撃破して、サファビー朝の支配が続く。 18世紀初頭、サファビー朝の支配力の衰退が著しくなると、この地方に居住する、パシュトゥンジンギルザイ部族の有族ホータク族の族長、ミール・ワイス・ハーン・ホータキーがカンダハールを拠点として、サファビー朝から自立した。ミール・ワイスの子マフムードは1722年に、サファビー朝のトイス・ファハーンを攻略、イランの大部分を支配するに至り、イランのシャアを名乗った。 しかし、このギルザイ部族を中心にしたアフガン人の軍事政権は、サファビー朝に代わってシャアに即位したアフシャール朝のナーディルシャアによって1738年に打ち破られ、カンダハールは徹底的に破壊された。これにより、アレクサンドロス以来のカンダハールは放棄される。1747年にナーディルシャアが暗殺されると、アフシャール朝の勢力は後退し、 代わって、ナーディルに仕えていた、パシュトゥーン人の将軍アフマドシャー・ドゥッダーニーが、この地方の支配権を握った。アフマドシャーは、放棄されたカンダハール旧市から東に5キロメートル離れた位置に、新たな城塞都市を築き、自らが樹立したドゥッダーニー町の首都に定めた。新カンダハール市は、18世紀末に、カーブルに移るまでドゥッダーニー朝の首都として使われた。 アフガニスタンがイギリス領インドと境を接するようになるとカンダハールはインドと容易に往来できる位置にあることから1838年から1842年と1879年から1881年には二度に渡ったアフガン戦争の戦場となりいずれも初戦でクエッタから侵攻してきたイギリス軍によって占領されたアフガニスタン紛争では 激しい戦闘の末、ソ連軍の支配下に置かれた。カンダハール空港も10年間にわたり、ソ連軍の手に渡った。ソ連軍が撤退し、ナジーブラー政権が崩壊すると、パシュトゥーン人の軍閥指導者グルアーガーシェールザイが掌握するところとなった。アフガニスタン内戦では1994年8月に、タリバーン最初期の占領地となり、 ターリバーンの勢力拡大の物心両面の本拠として重要な地位を占める。ターリバーンがアフガニスタンイスラム主張国を建国した際には、カンダハールには国家元首であるムハンマド・オマルが常住するとともに、政権の最高指導機関である最高評議会が設置された。首都カーブルには政府機関が所在していたが、それらもカンダハールのオマルの承認なしには、 いかなる政策も実行することができず、カンダハールはアフガニスタンイスラム主張国の事実上の首都の間を停止した。1999年12月にはカトマンズ発デリー行きのインド航空814便がイスラム過激派のハラカトゥルムジャーヒディンによってハイジャックされ、タリバーン統治下のカンダハールに着陸させられる事件が発生した。 2001年のアメリカのアフガニスタン侵攻では10月からペルシア湾に展開するアメリカ海軍の艦艇から巡航ミサイルの攻撃を受けた。北部同盟の大攻勢で首都カーブルが失われた後もカンダハールはタリバーン側の最後の拠点となり12月6日の明け渡しまで激しい攻防戦が繰り広げられた。タリバーンの撤退後、タリバーンの残党による小規模な武力集団が 周辺地域に広く展開した。タリバンに代わって、かつて当地域を支配したグルアーガー・シェールザイーが、カンダハール州を掌握したが、タリバンの台頭を許した、腐敗の温床が再現されることが、かえって懸念された。グルアーガー・シェールザイーは2003年まで、カンダハール知事の地位にあった。2007年現在、アメリカに支援を受けた、カルザイ大統領を率いる、新政府が、 カンダハール氏を完全に掌握している。現地時はアサットラー・ハリド。2021年、アメリカ軍の撤退決定を契機に、ターリバーンが全国各地で攻勢を強め、カンダハールでも同年5月に入ると政府軍とターリバーンの戦闘が連日続くようになった。やがて政府軍の力が弱まると、ターリバーンは同年8月13日までに市内を制圧。 8月15日に政権が崩壊すると、8月17日には、タアリバーンの創設者で副指導者であるアブドゥルガに、バラダルがカタールからカンダハール入った。同年9月1日には、タアリバーンが露格した車両やヘリコプターを使用して、軍事パレードを行った。砂漠機構に属する。カンダハール国際空港は、2001年後半から、 ナト o 軍による兵士と物資の輸送に利用されているが、この間に補修が進み、2006年から民間の利用が再開された。市内と空港間の移動には、公営バスかタクシーの利用が一般的である。周辺道路の改善に伴い自家用車の利用も増加している。携帯電話の利用が急速に進んでいる。カンダガールはアフガニスタンの他地域と同様に現在、 戦災からの復興の途上にある。カンダハールからカブールへの幹線道路の補修は完了したが、周辺道路は未だ整備中である。飲料水を供給する上水道と電力供給システムは稼働しており、供給地域を拡大中である。2万戸の住宅と、それに伴う上下水道、学校などの建設が進められている。パキスタンの茶マンから鉄道を延長する計画も、 進行中である。市内で最大の名所は、今日、アフマドシャーババの損傷で知られるアフマドシャードゥダーニーの病である。旧市街は、アフマドシャーの都市計画により整然と築かれ、四つの主要なバザールの通りは、旧市街の中心チャハールスークで合流している。カーブルバザールから入った場合には左手に、ムハンマドの威発を収めたモスクがある。 郊外のアルガンダブ川沿いにあるババワリ病の高台は、ザクロの林に囲まれた遠足に人気の場所である。高台の喫茶店からのアルガンダブ川渓谷の、眺望が素晴らしい。アレクサンドル・ザ・グレート・キズ・タウンズ、アレクサンドリア・イン・アラ・チョシア、リンク、ハット・ホブソン・ジョブソン・ディクショナリー、ハット・コロンビア・エンサイクロペディア、カンダ・ハール、リンク・コロンビア・エンサイクロペディア、ザ・シティ・オブ・カンダ・ハール、 リンク、ハットムンディガクトデー・モラシー軍隊の遺跡の発掘によって確かめられている。紀元前559から前330年には、ハラウアティという名であったことが、ダイオーレス一世のペルセポリス碑文によって明らかとなった。ヘレニズムの時代からアラコシアと呼ばれ、広くアフガニスタンの南東地域を指す名称であった。この町が、現在のカンダハールではなく、今、 シャルイコナと呼ばれているコカンダハルであるアフガン中流米軍正式撤退開始現地からは不安の声 AFP2021 年8月18日閲覧タリバンアフガン第二の都市制圧と発表 AFP2021 年8月12日閲覧タリバン共同創設者アフガンに帰国 AFP2021 年8月18日閲覧 タリバンが軍事パレードアフガンに残された米軍の武器など故事。毎日新聞。2021年9月3日閲覧。クライマタロジクルノーマルズ・オブ・カーブル。香港アブザーバトリー。2011年5月2日閲覧。ありがとうございます。